杉本と言います。私、所属は工学研究科の電気電子工学専攻なんですけども、あらゆる材料を開発しておりまして、今回は特に2共鳴という物理現象を用いて、発色するようなナノ粒子のインク、分散溶液ですね。その開発についてご紹介させていただきます。ご存知のように、世の中には色を出すもの、顔料や染料、塗料というようなものがあります。しかしながら、一般の顔料や染料っていうのは、有機色素をベースとしておりまして、その色素が、照射光、可視光の特定の波長の光を吸収して、その補色で発色するというような原理に基づいています。しかしながら、街の看板でよく見るように、光がずっと当たり続けると、短期間で、特に赤色ですね、赤色なんかは、よく退色するというような現象があります。これは有機分子が実際に光を吸収して励起状態になるために非常に反応しやすい、分解しやすいというような特徴に基づいています。なので、このような色素ではなく半永久的に変色、退色しないような顔料や染料というものが求められています。これらを解決する、技術として近年注目されているのが構造色というものになります。構造色は波長、精度や波長より小さいナノマイクロ構造を周期的に配列することによって光を干渉させたり反射もしくは成長した散乱を実現することによって色を出すというものになります。そのため元々の構造もの自体は色を持ってなくても構造を作ることによって発色するというようなものになります。生物自然界にはたくさん例がありまして、例えば玉虫や蝶の羽なんかは構造色の非常に典型的な例です。またこの原理を用いた実用例としましては、レクサスブルトやトヨタの自動車の塗装なんかも構造色の原理を使って着色されています。しかしながらこの構造色というのはこの干渉を用いるためにこのナノ構造もしくはマイクロ構造を非常に長い周期で複雑な形状で並べるような構造形成というのが必要になります。さらに干渉を用いるために発色というのは、いわゆる玉虫色ということで、角度依存性が非常に大きい、有色効果というものが発現するという問題点があります。これらに対して、従来技術の意味といたしまして、ナノ粒子ですね。一つのナノ粒子が発色源となるような発色、構造発色というものも注目されています。特に一番多いのが、金属ナノ粒子の表面プラズモン共鳴という共鳴、光学共鳴現象を用いたもの。これは金属の自由電子が電場に、入射光の電場に応答して集団振動することによって引き起こされます。金属の表面プラズモンの構造発色するのは、主に金や銀というものが知られています。一例としましては、ステンドグラスですね。これは金属のナノ粒子がガラス網に埋め込まれたもの。また、市販の金のコロイドなんかも非常に鮮やかに赤く着色されています。しかしながら、このような 金属というのは、非常にコストが高いので、塗料や大面積に着色するような、インクなどへの応用というものは、現実的にはできないと言っても過言ではないと思います。そこで我々のグループでは、新技術といたしまして、今回のこの発明というのは、半永久的に変色、退色しない構造色の原理を用いながらも、非常に単色性が高く、角度依存性の小さい、といった特徴を持つようなカラーインク材料を提供するものであります。その実現する材料といたしまして、我々は非常に屈折率の高い有電体のナノ粒子に引き起こされる2共鳴という現象を用いて、可視光域で非常に大きな光散乱を示すようなナノ粒子を開発します。これによって、従来の周期構造や付属の構造を持たずに、ナノ粒子1つが非常に明るく発色するといった原理に基づいて構造色インクというものを作成します。ここで少しだけ原理の部分、2共鳴の部分に触れますが、2共鳴というのは特定の2共鳴が起きると特定の波長の光のみを散乱するという現象が起きます。こちらがその模式図になりますが、有形が D ナノメートルで屈折率 L の物質粒子、球状粒子に光が入ると、その物質内では光は屈折率で割った値に圧縮されます。でこのような粒子に光が入射した際の散乱効率というのは100年前に実は厳密な機械が得られていて、このような式で表されます。中身を見ますと、実は電気磁気鎖極子モードという各種の電磁固有モードが例記されているということが分かります。
一見複雑に見えるんですが、実はこれの最低時の一番重要な光学モードというのは、実は光波長を N で割った値がこの流形と等しくなるといったこのような波長で起こるということが分かっています。実際にこの図のように1波長分がこの屈折率 N の物質で形成されるような、テーザー波が形成されるような状況です。で、例えばこの屈折率 N というのが大きくなると、表面的にこの効果が発現し、ある特定の波長でのみ散乱現象が起きるということが、起こります。例えばこのセム像では100ナノメートル程度のシリコンナノ粒子が見られますが、これを、顕微鏡内で散乱イメージを取ると、白色光を照射しているにもかかわらず、緑色の光のみが強く散乱反射されて、見えることができます。で、このような陰表明という現象は金属ではなくて有電体、あるいは有電体で起きますので、非常に資源が豊富な材料、例えば我々はケイ素に着目していますが、こういったものが使えるようになります。次にこのような2表面を実現できる材料としましては、屈折率が非常に高いということが条件になります。屈折率が表面の線幅、波長幅を限定しますので、屈折率が高いという必要があります。そこで我々が注目しているのはシリコンという、半導体のシリコンです。屈折率が4を超えていて、この可視領域が非常に高いものになっています。また、吸収係数が非常に小さいというものも、散乱を引き起こすためには非常に大事なパラメーターになります。これらの値を一般的な透明材料、高屈折率材料と言われているものと比較しても、このような酸化物でも高々2から 2.5 の屈折率の範囲でして、シリコンのこの 4.2 というのがいかに大きい数字かというのが分かると思います。シリコンのアドバンテージとしましては、このような屈折率だけではなくて、地殻を形成する現象のうちでは、酸素について非常に存在量が多く、資源がほぼ無尽蔵にあるということと、半導体業界の基盤の材料であり、産業既存のプロセスとの互換性が非常に高いといった部分になります。また、熱的に化学的に半導体ですので、比較的安定であって、表面に非常に薄い1ナノメートル程度の自然酸化膜を形成することで、より化学的に安定になるといった点もあります。こちらはこの今回の発明研究の全体構想になりますが、この材料、シリコンのをナノ粒子化したものを化学的に安定な無機材料インクとすることで、大面積に印刷や塗布できるような材料を開発します。具体的には、未共鳴というのは、粒子のサイズを変えることによって、表面波長を制御できるので、このように青から赤色まで散乱するような粒子を作成することができます。でこれを、体色のような無機顔料、無機インクとして開発し、また、インクとすることで高いプロセス性というものを獲得します。また、大きな特徴としましては、一つの100ナノメートル程度の粒子が発射部分となりますので、非常に高精細な、プリントや着色が可能になるといった特徴があります。これまでシリコンのこのような光学特性というのは、近年、非常に大流行している研究テーマでもありまして、いくつか先行の例を紹介します。多くが基盤上にシリコンナノ粒子やナノ構造を形成するもの。この例では、シリコンウェハーをレーザーアブレーションに蒸発させることによって、ナノ粒子を形成しています。しかしながら、こちらの図で分かるように、粒子のサイズは全然均一ではないために、あらゆる色で発色していて、サイズ均一性や形状均一性というものは全くありません。また、基盤上には電子リン描画等のナノファブリケーションの技術を用いて、このようにシリコンのナノディスク等が作成されています。こちらは構造制御性が非常に高いんですけども、かなり限られた面積、100マイクロメートル四方以下とか、そういう大きさでしか形成できないといったスケーラビリティに問題があります。でそのため、この目的を達成するためには、シリコンの結晶シリコンを用いて、高いスケーラビリティ、非常に広い面積に着色できるような材料形態で、サイズや形状の均一性を確保したような材料開発というものが必要になります。ここで少しだけシリコンの、もう一つの重要な、必要条件についてなんですが、シリコンが結晶である必要があります。結晶性シリコンというのは、こちらのグラフで示すように波長と昇降係数の関係を見ると、昇降係数が非常に小さいといった特徴があります。もしこれがアモルファス、結晶ではないシリコンを用いると、ここは非常に大きくなってしまいます。
果的に吸収性の材料となりますので、こちらの三段断面式に示すように、モルファシリコンでは全く、光学共鳴というものは明記されます。しかし、結晶シリコンを用いると、このように可視領域で、急峻な、共鳴ピークというものが得られます。次に我々は、全く新しい方法でこのような粒子の形成を試みています。我々が用いる方法は、SiO 一酸化ケイ素の熱分解反応というものです。化学式はこちらのようになっていまして、SiO の状態を熱処理することによってシリコンと SiO2 に等分離させるような方法になります。具体的なプロセスは市販の SiO の粉末もしくは固体、かけらみたいなものを高温、シリコンの有機よりも高い温度で熱処理することによって、この数ミリの SiO の中に100ナノメートルから300ナノメートルのシリコンナノ粒子を析出させます。こちらをフッ化水素酸に溶かすことによって、周りの SiO2 だけを溶かし、粒子を溶液中に取り出すことが可能です。この作成手法というのは、我々海外の英語論文に発表したり、特許を出願している技術になります。実際にこちらの電子顕微鏡像を見ますと、ほぼ完全に球体のシリコン粒子が大量に得られていることがわかります。容器の見た目ははじめこういうようなものになっています。で、この作成した粒子のキャラクタリゼーションについても少しご紹介します。で、この作成したシリコンナノ粒子の高分解テム像がこちらになります。で高分解テム像で表面付近を見ますと、シリコンの一面に対応した格子島が明瞭に見られて、非常に結晶性の高い粒子であることがわかります。また、こちらではほとんど観測できないような酸化膜しか形成されておらず、表面も物理的、化学的に非常に安定であるということが見えます。また、ラマンスペクトル測定でも、520mm にシリコンの特徴的な表面付近がかかっていて、この粒子が非常に結晶性が高いことを示唆しています。また、元素マッピングをSTEM-EDS を用いて行った、STEM-EDS を用いて行った結果がこちらになります。で、ほぼ球形状のシリコン粒子は、構成原子としてはシリコンになっていて、表面に少しだけ酸素がついているといったようなものです。これらから、作成された粒子というのは結晶性が非常に高いシリコンであって、先ほどお見せした、シリコンの光学特性というものが期待できます。次の開発項目としまして、シリコンを単色で発色させるためには、平均流形の制御が必要になります。現在、作成した実験の粒子というのは、このように100ナノメートルから300ナノメートル程度で非常にサイズ分布があります。溶液もサイズ分布が大きい場合は、個々の粒子、違う色で発色するので、最終的にこういった褐色のような溶液になります。アイデアといたしましては、この作成した溶液を流形分離することによって単色産卵を示すシリコンを開発しようというようなアイデアに基づいて実験を行うことができました。具体的な方法は、密度光媒遠心法という、バイオ等でよく用いられる方法を使っています。我々の開発シリコンの粒子は非常に水やアルコールによく分散しているので、密度光媒、クロースによって密度の勾配を作った溶液の放射線管に入れ、その上にシリコンナノ粒子を乗せます。こちらを遠心分離を行うことによって、大きい粒子から下に、徐々にサイズが小さい粒子をこういうふうに層状に並べることができます。こちらは実際にその写真になりますが、下にスクロースの密度を変えた溶液を積層して、上にシリコンナノ粒子の溶液を置きます。この時点では、赤色のような色なんですが、遠心分離を行うことで、青、緑、黄色と、オレンジから赤色といったような溶液の色が分かれていることが分かります。これは、サイズが分離されていることを示しています。実際にこの層ごとに回収することによって、サイズ分布に非常に揃ったこちらのような粒子を得ることに成功しています。オリエンテム像ではほとんど粒子のサイズが均一に揃っており、実際に数百個の粒子を数えて、平均粒子を出しても、サイズ分布は 6.5% まで低減されています。このレベルになると、シリコンの単色の発色というものが可能になります。次に、実際にこの得られたインクですね、サイズ分離後のインクの色彩の評価を行いました。まず、
サンプルに LED、白色 LED を照射し、散乱光の前方から観測するといった方法で撮った写真がこちらになります。で、シリコンの平均隆起を95ナノメートルから187メートルで変化させることによって、非常に鮮やかな青色、水色、緑、黄色といったような領域が得られていることがあります。で、より定量的な評価のために、こちらの領域の拡散反射スペクトルをこちらに示しています。で、拡散反射スペクトルでは、420ナノメートル程度から、近赤外領域の700ナノメートル程度まで、このような散乱ピークというものを制御して作成することに成功しています。で、インクのこの色彩というものを色上に乗せて、先ほどの拡散反射スペクトルを色部分に変換して乗せたものがこちらになります。で、真ん中の点というのが、分離前のほぼ色のないような、色が定義できないような領域になります。で、流形分離することによって、この赤色で示すように、いくつもの色彩を持つインクに分割することができます。また、こちらのグレーの四角で示しているものは、単一の矛盾子の計算値になっています。実際には単一ナノ粒子の計算結果より、わずかに劣るものの、同じ傾向、サイズを変えることによって、青から赤、青からオレンジといったような同じ色相変化の傾向を示すインクが作成できます。で、今後、このサイズ分布というものをほぼ 1% もしくは 0.5% 等まで減少することによって、この単一で得られている特性まで意識を広げることが可能であると考えています。次のステップとしまして、この作成した粒子をインクのように塗って乾かして発色するといったような特性を示すために次のような実験を行います。まず、簡易のためにシリコンナノ粒子を水分を入れない小脳に PVP のポリマーと混合し、基板上に乗せると乾かすのみで発色させるというものを実験いたします。こちらがその写真になります。まず緑色、流形を120ナノメートル程度に設定して緑色のインクを作ります。ここに PVP を入れて基板上に乾燥させることで、透明のガラス基板が緑色に着色されていることがわかります。で、これはサイズを変えることで、この粒子の色という、インクの色というものは制御できますので、こちらでは黄色の着色ができます。で、このようなインクの最大の利点としましては、この機材を選ばず、塗布して乾かすということが可能になり、例えばフレキシブルなペット基板、ペット基板などにもこのように塗るだけで緑色に着色することができます。また、曲げても、横から見ても色が変わらない、すなわち角度依存性が非常に小さいような、ナノ粒子インクというものが開発できていることが分かります。で、このスケールを見てもらいますと、現在研究しても数センチスケールで着色ができており、従来のナノファブリケーションを用いて作成したナノ強子、強子幹構造などに比べて、より大面積に着色、発色が可能になっているということがわかります。で、この辺に加えていくつか開発中の技術もご紹介させていただきます。先ほどお見せしたような発色というものは、基本的に暗室中で LED の光を当てて、違う角度から観測して散乱光を見ています。なので、非常に鮮やかな発色になりますが、今後は環境光、非常に弱い光の中でも鮮やかに発色するようなものが必要になります。そのためには粒子の濃度を上げるというのが一つのアイデアなんですけれども、粒子の濃度を上げると、インク内での光の平均自由光程、散乱されずに光が進む距離、平均的な距離というものが減少します。大雑把にはこのように表せて、散乱や吸収係数と濃度で割ったような値になります。で、そのような多重散乱や吸収の効果を考慮がどのように出るかといいますと、こちらシリコンナノ粒子のインク100ナノメートル程度のものですが、通常青に近い色で発色しますが、濃度を上げていくとどんどんサイズが落ちるといったような現象があります。これは薄い時というのは単純に光が入って散乱されてそれを観測することができますが、濃い時は粒子が何度も散乱されることによってシリコンの粒子に吸収されたり、いろんな散逸過程が生じるといったような問題です。で、我々はこのような問題に対して、濃度的にアプローチするために、多重散乱を考慮したナノ粒子インクの反射色シミュレーターというものを独自に開発しています。
モンテカルロ法を用いて厳密に公式解析することで入射光が最終的に透過したり反射されて色として観測されたり粒子に吸収されるという全ての現象を任意の材料濃度で行えるようなシミュレーターを開発しています。これによってシリコンナノ粒子の直径を変化させた時の色彩というものが予測可能になります。またこのシミュレーターを用いてシリコンナノ粒子だけではなくあえて黒色の吸収材料を入れた場合をシミュレートすることによって実際には多重散乱を抑制することに成功しより高い色彩を実現しています。では最後の例になりますがシリコンの流形を変えながらカーボンブラック黒色粒子を混ぜていくことによって実は環境効果でも非常に強く発色するインクがすでに我々のグループで開発されています。こちらのように100ナノメートルの粒子ではカーボンブラックを添加することによって環境効果でも十分に青色が認識できたりさらに緑色やオレンジ、明るいオレンジといったものがカーボンブラック濃度を調整するだけでシリコン一つの単一のシリコンナノ粒子の材料の散乱色というものを制御できることを意味しています。最後にいくつか本材の特徴や有用性をまとめさせていただきます。本材料の特徴といたしましては、半導体のシリコンを用いていますので非常に環境に優しいものであります。また環境に対しても強い、ものでもあります。表面波長というのは粒子のサイズを変えるのみで、非常に広い範囲で制御することができます。また単一粒子が色を生成するので原理的には光の解析限界近い解像度というものが実現できるようなインクになっています。これを踏まえて、想定される用途としてはインクジェット用のカラーインクであったり資源が豊富な材料ですので非常に大きな部分に塗装するような、塗料としても使うことができると考えています。また、顔料や化粧品への応用も、可能であると考えています。今、解像度が高いので、今近年、非常に有効になっているマイクロディスプレイの応用も期待されています。別の応用としましては、波長を選択的に散乱するような粒子ですので、これを用いて照明や光の散乱を制御するような製品というものも開発可能ではないかと考えています。これまでこの材料の具体的な三角連携というものはまだ進んでいないんですが、これは技術というのは100年イノベーションジャパン2019で技術を紹介させていただき、研究レベルでは海外の一流大学がこのような材料市販ではありませんので、研究用途としてこのシリコンのナノ粒子を一緒に提供して研究を進めているというような現状です。最後に現在の課題を述べますと、現在密度勾配演習によってサイズ分布を抑制していますが、この技術というのは、さらに大量化するためにはネックになるような部分になります。また、シリコンのナノ粒子単体では現在オレンジ色、橙色までの色を発色していますが、より超過調で単色の赤色の発色を実現することがフルカラーインク開発には必要になります。企業様に期待することといたしましては、今のスケールアップの部分ですね、特定のスケールアップの部分であったり、ナノ粒子の分離技術、また塗布印刷技術をの専門に扱っているところと、ぜひとも一緒にして、どのようなインク、ナノ粒子に何を追加すれば、機能性のあるインクとして、活用できるかというようなところを、ぜひとも共同研究を希望しています。また本材料を別のインク以外のところへ生かした応用の提案なんかも非常に出るかもなので、ぜひそういった提案や相談、こんなことできないかといったようなものは大歓迎しております。今回ご報告した研究というのはこのここに示す特許として出願しているものであります。最後に本技術に関しての問い合わせですが、この発表に関する問い合わせというものは神戸大学の産学連携本部の方へお願いします。一応こちらに私の連絡先を載せておきます。もし研究の細かい点があれば私の方に聞いていただいても差し支えないかと思います。以上で私の発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。